サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日の試合はワンダメトロポリターノからお送りします。いいゲームになるよう期待しましょう。マクドナルド、中央にクロスが入る。中央へのボールでしたが、しっかりバーの上に弾きました。ボールを入れた。ボールをクリアしました。狙える位置です。味方の位置を確認する。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。スローインです。ハーパー、リード、ボールは相手に渡ります。何かしてきそうですが、うまく読んだインターセプト。そう、これはどうなりますか。ボイド、さあスローインでの再開です。見事なシェアです。いい位置です。危ない場面もディフェンスがクリア。サイドへパス、横に展開してきます。相手ボールになります。マクドナルド、ボールをもらいに下がってきました。リード、クリアして危機を脱しました。スローインが与えられます。ボールは相手に渡りました。ボイド、これは見事に奪いました。サイドから攻撃でしょうか。リード、マクドナルド、ハーパー、チャンスにできるか。ここから狙うのか。何をしてくるのか。ここはインターセプト。しっかり予測していました。ゴールキーパーに戻します。そう、相手ボールになりました。おっと、裏へ出した。うまいパス。さあどうする。仕掛けてくるのか。相手に当たり、コーナーキックが与えられます。
ここからどうするのか。ここからどうする。ボールを蹴り出します。オフサイド。チャンスにはなりません。いいカットです。ボールを奪いました。これは見事なインターセプト。リード。サイドにスペースがあります。そう、狙える位置です。ボールを奪われました。チャンバース、ハーパー。ちょっと消極的なパス回しです。何かしてきそうですが、見事なスルーパス。相手のゴールも狙える位置でのファール。いい距離ですね。ゴールを狙えそうです。ディフェンスが踏ん張った。ゴールは割らせません。危ない場面でしたね。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。前半終了です。どちらのチームもあまりチャンスを作れませんでした。サポーターのためにももう少し ワンダメトロポリターロからお送りしているこの一戦、後半のキックオフです。ボールをサイドへ振りました。何を狙うのか。ハーパー、いい位置です。ボールへの寄せが非常に速い。素晴らしいボールです。チャンスにできるか。シュートだ。キーパー反応した。ボールを弾く。コーナーキックになりました。決まれば試合をリードできます。アウェー側のサポーターは怒っているようですね。ホームチームが時間を使い始めていることに対しての抗議でしょう。ホームチームは引き分けを狙っているようですね。ボールが相手に渡らない限り負けることはないですから。サイドへパスを出します。両チームとも今のところ様子を伺っているようですね。ポゼッションも互角です。そろそろリスクを取ってもいいんじゃないでしょうか。ハーパー、そう、チャンスにできるか。ここから狙うのか。クロスを上げたい。さあどうする。何をしてくるのか。
無理をせず着実にボールを回しています。素晴らしい読みでインターセプトしました。ここで大きく前に出します。いいボールを送りたい。キーパーの届く位置でした。そう、さあここでプレスを受ける。ボールは相手に渡ります。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。ひとまず前に出しました。狙える位置です。ここからどうするのか。これはナイスインターセプト。ラインを割ってスローインです。この選手が視点となってパスを回しています。相手ボールになります。何かしてきそうですが、ファーの選手を狙った。合わない。クロスはチャンスになりません。さあスローインでの再開です。サイドに展開します。相手が触ったボールはスローインになります。何を狙うのか。ボールが足につきません。ルーズボールだ。ゴール前に入ってきました。サイドから中央を見る。いい位置です。このカットは大きい。しっかりと奪いました。仕掛けてくるのか。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。チェンバーズ、これは見事なインターセプト。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。チャンスにできるか。ドリブルでボールを持ち出しています。クロスをディフェンスがブロック。ボールはラインを割りました。ゴールキックになります。ボールをサイドへ展開します。さあどうする。オフサイドの判定です。副審が無情のフラッグ。これが通っていればという場面でした。何をしてくるのか。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。ボールは相手に渡りました。ここから狙うのか。見事な視野です。ラインが上がっていました。判定はオフサイドです。ハーパー、また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム
そう。ボールを奪われました。スペースへのボール、狙える位置です。シュートだ。素晴らしいセーブ。ここは難を逃れます。リード、これは通しません。終了のホイッスルが鳴りました。ドローで試合が終了します。福西さん、接戦でしたね。そうですね、スコアもですが内容も拮抗したいい試合でした。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日の試合の実況は西岡明彦、私のお隣、解説席にいらっしゃるのは福西崇史さんです。福西さん、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。アタッキングサードに入ってきた。ディフェンダーがここで食い止める。これは見事に奪いました。サイドからの攻撃を狙います。何かしてきそうですが、前に出しました。いい位置です。このパスは読んでいました。チャンスになるか。入った。早くも先制点が生まれました。しっかりと決めました。落ち着いていましたね。あのぐらいの距離だと逆に力んでしまう選手もいますが、冷静でしたね。ゲームは立ち上がりからの8分、先制点が生まれました。ボールは相手に渡ります。仕掛けてくるのか。このボールは決定的。決まった。素晴らしいシュートだ。至近距離から決めてきました。一人で持ち込んだ上でのフィニッシュです。かなりの距離を走っていますね。ディフェンス側は何をしていたんでしょうか。アサモア、相手に渡したかのようなパス。これはいけません。このボールは相手にクリアされました。ここからどうするのか。見事なパスカットです。パスをサイドに送ります。先のことを考えすぎました。相手にボールを奪われています。サイドのスペースを使います。ここはクリアされました。これは危険なタックルです。レッドカードもありえます。フォワードの選手にカードが出るようです。おっと、レッドカード、退場です。厳しい判定に。
皆さんこんにちは。今日の試合は非常に楽しみな一戦です。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では早速試合へと参りましょう。フィーラン、相手ボールになります。何を狙うのか。強い当たりだ。慎重に攻撃を組み立てています。さあどうする。チャンスにできるか。相手を揺さぶりながらしっかりパスをつなぎます。いいところを見ていました。ボールをクリアしました。素晴らしいスルーパス。何をしてくるのか。このシュートを弾いた。ボールが中央へ向かう。これはコースが甘かったでしょうか。ミートしきれませんでしたね。きれいにパスがつながります。狙える位置です。ここから狙うのか。タッチラインを割りました。スローインです。このパスはカットされました。自陣内でプレッシャーにさらされています。ここはレフリーが笛を吹きました。カードは出ないようですね。ボールは相手に渡ります。ボールを回して味方の上がりを待ちます。何かしてきそうですが、仕掛けてくるのか。いい位置です。ここからどうするのか。ここはよくスペースが見えていました。ここからどうするのか。見事なスルーパス。何を狙うのか。中にクロスが入った。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。おっと、裏へ出した。期待の持てる展開にも見えましたが、ここまで。サイドへパス、横に展開してきます。サイドに展開します。さあどうする。このパスは読んでいました。危険な位置です。緊張感が増してきます。キーパーが対応。ピンチをしのいだ。
ボールを奪われました。チャンスにできるか、中に入れてくるか、相手ボールになります。タッチを割ってスローイン。前に運んでいます。何を狙うのか。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ここはカウンターのチャンス。カウンターのチャンスを生かしたい。いけるか。素早く攻めに切り替え、ゴールを決めました。相手が攻め込んできたのを見計らったカウンターが見事でしたね。素晴らしいプレーでした。ここはサイドへパスを出します。ボールを回してチャンスを伺います。ボックス内へ入れてきた。守備への切り替えが早い。ここで止めます。裏も見えていたのか。いい位置です。ここで狙いたい。キーパー止めましたが、まだインプレー。前半終了です。スコアは2対0。非常にいい内容で後半を迎えます。試合は前半を終えました。ハーフタイムを挟んで後半に向け何か動きがあるのか注目しましょう。残るは45分、後半戦キックオフです。逆サイドへボールを送ります。キーパーへバックパス。ゴールキックが直接相手ボールに。これはまずいぞ。あの選手が止めなければ入ってましたね。フィーラン。相手が触ったのでスローインですね。サイドから攻撃でしょうか。仕掛けてくるのか。中に入れたい。ボールを持って上がります。ニアポストにいいクロス。このヘディングは枠の外へ。マークが厳しかったようですね。これはサイドを上がれそうです。ボールをダッシュ。寄せが早い。素晴らしい読みでインターセプトしました。ここからどうする。ボールを蹴り出します。パスが通ります。
この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。何かしてきそうですが、ここから狙うのか。さあどうする、ここからどうするのか。ボールを大きく押し出します。スルーパスが味方に通る。何をしてくるのか。 PK か、あ、ボールに行ったか。どうだ。ボールは相手に渡ります。ここはサイドに持ち出すでしょうか。はたいて渡すこともできます。いいカットです。ボールを奪いました。このボールはスローイン。ボールはサイドの選手へ。中にスペースがあります。これはコーナーキックです。ナイスタックルでしたね。コーナーキックを蹴った。いいボールでしたがここはクリア。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。相手ボールになりました。サイドへパスを出します。ボールがこぼれました。パスをサイドに送ります。考えるまでもありませんでした。攻撃は失敗し相手ボールです。チャンスにできるか。ボールは相手に渡りました。ここで取られるわけにはいきませんが、サイドにスペースがあります。これは見事なインターセプト。サイドからの攻撃を狙います。何を狙うのか。裏も見えていたのか。狙える位置です。副審の旗が上がっています。これは残念。いい位置です。素晴らしいボールです。何かしてきそうですが、マイナスのクロス。なぜ。素晴らしいセーブ。ここは難を逃れます。ここでスローイン。さあ上げたい。ここから狙うのか。キーパーに戻して組み立て直します。ドリブルでボールを前へ。ヒールでつないだ。これは見事に奪いました。
このパスは読んでいました。審判の笛が鳴り、この瞬間ゲームが終了となりました。試合が終了しました。相手を完全に抑え込みましたね。福西さん、ディフェンスに全く隙がありませんでしたね。これを食って